はい、えー、政務活動報告ビデオでございます、えー。現在はですね、来ておりますのが、こちらのお一般国道和光富士見バイパス、えー、のですねあの第、えー、第2期工事区間、えー、宗岡、こちらが第3小学校ですね、えー、のすぐ脇にあります、えー、平成22年に、 えー、作られまましたあのモデル地区でございます、えー、国道254バイパスができた場合はこんな感じになりますよというのですねもうかれこれ12年前になりますけれどもうこうしたモデル地区を作ってですねできた場合のこうイメージというものがあこちらにできております、えー、下南畑のお、まあ、裏,裏床バイパスのところからえー <laughs> 昔の蔵造り本峰があったところ埼玉東村山線のところまで令和4年度内ですね、まあ、令和5年3月までに今完成一部開通を目指して工事を進めておりますけれどもその先は一体どうなるんだというご質問もいただきます。その先の先エリアにになっておりまます。すあちらに八王子さんもも、見えると思いますけれども ずっと先のですね、えー、蔵造り本峰さんがあったところからずっとこちらの方宗岡第三小学校前の通り水道道路と言われているところ今車が通っておりますけれどもそこを越えてこちらのモデル地区を過ぎてですね、えー、こちら後ろの方に宗岡第二中学校の校庭の脇の部分 通っていってですねずっと行きますと武蔵野線のところを通ってさらにその先に県道わらび浅香線というところにつながると外観まで一気につながるというのがこの一般国道和光富士見バイパス第2期区間となっております。現在の場所ががですねこちらがその 来年、ね、開通する予定の、えー、埼玉あ東村山線ですね埼玉東村山線のところからずっと来ましてですねおそらく今ここら辺におりますこの辺りですねこ,ここら辺におりましてこちらが宗岡第二中学校ですからこちらのお、まあ、ちょうどカメラの後ろ側になりますが宗岡二中学校があってこの先を抜けていくということでございます。でこの先に武 <laughs> 武蔵蔵野野線線があって武蔵野線を越えると 県道わらび朝霞線とということで現在、外観から県道わらび朝賀線までつながっておりますのでそこで初めて一気につながると外観までつながるということになっております。これは荒、ま、々、あああの地図でございますけれども、えー、このような形でですね残りのまあ四季の区間、えー、平成5年、平成ですみません失礼いたしました。 令和5年以降ですね、えー、こちらの整備を、まあ、進めていきたいと、用、ま、地、あ、買収の方がですね、全体第2期、えー、区間ということしかちょっと今、わからないんですが、えー、下南畑の交差点から県道わらび朝霞線のところまでで、用地買収率は95%というふうに伺っております。えー、ですから、用地買収残りの部分をですね、えー、しっかり終えて、 えまあ、次の段階に入りましたら、えー、蔵造り本舗さんのあったところからずっとこ,のこちらのモデル地区のところを越えてです、ね、朝霞方面に抜ける工事が今後行われると、えー、現在のところじゃあ、えー、いつ完成予定だというのはです、ね、まだ予定は立っておりませんまたあの、えー、よく聞かれることでございますが武蔵野線が高架になっております。 武蔵野線のところはどうなるんだというご質問もいただきますが現在、協議中でございまして当初の予定は武蔵野線の高架のところさらに上を走るということも計画されておりましたがそうしますとかなりのコストがかかるということで現在、その武蔵野線の下の部分じゃあ橋脚の部分のどういう形にして254バイパスを通していくかと。 いうことも課題になっておりますのでそういったことも総合的に勘案してまあ、まあまだあさらに上を通るということが完全になくなったわけじゃないんですが現在 JR さん側と協議をして武蔵野線の交差で交差する部分はどうするかというのはまた今後の課題というふうに伺っておりますまあ、いずれにいたしましてもこちらの埼玉東村山線からこの敷地内ずっと抜けて えー、県道蕨浅賀線のところまでつながって初めて、えー、一般国道和光富士見バイパスがあ開通全面開通ということになりますのでそちらに向けて、えー、令和5年度以降もですね努力をしていくというふうに伺っております。えー、以上政務活動報告ビデオでごござざいいままししたたありがとうございました